選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は村人です。夜が更けました。発言ターンに入ります。9番のプレイヤーが発言します。はい、初日1周目、おはようございます。思考開示っていうものも特には思ってないんですけども、うん、自分は霊能は追求していきたいと思ってます。霊能に、うん、霊能は、まあ、本当に確定的な新要素が拾えて、2要素が拾えてっていうんであれば決めてもいいですけども、基本的に自分は霊能、自分の精査が下手だっていうのもあるかもしれないですけども、霊能の精査してると全然クレー精査とかもできないんで、霊能は追求でいきたいと思ってます。そのくらいかな。うん、じゃあ1番の人狼さんお願いします。1番のプレイヤーが発言します。9番さん、怖いエスパーかな、なんかバレてんだけど怖いわ、はい。まあ、2番手だから、まあ、僕のお願いっていうのかな、言っとこうかなと思うんだけど、まあ、例えば5番4番ぐらいの位置で、まあ、9番から全員話すじゃん。そこに対して例えば1番に対してキリンさんのところがあったら1番に触れるのは全然いい。ただ9、2、3、4とかに対して印象がありませんでした、色落ちもしませんでしたってなったのにもかかわらず、1番以外の人物に触れて1番の気になった要素をきっちり上げられないぐらいだったら全員に触れる必要は僕はないと思ってる、はい。だからちゃんとその言いたいことをちゃんと伝わるように喋ってほしい。わかる、わかるかな。うん、それぐらいかな。まあ、色落ちなかったらもう中で仕方ないと思ってるから、まあ、そこはしゃあないと思ってる。2番のプレイヤーが発言します。はい、塩なしです。教科に関しては今のところ引っかかった発言はないです。で、1番に関して若干引っかかったのは、後半位置に求めてるんだけど、あなた自身一番9番の発言に対してどう思ったっていうところだけ言ってないよねっていうところだけ引っかかったかな。他者に求めてて自身で言ってねえのはどうなのっていうところは思っているから、2週目次第では一番釣ろうかなって思ってるぐらい、そのぐらいですかね。3番のプレイヤーが発言します。はい、占い師1番さんランダムシロです。ってことで9番さんが1番さんの人狼って言ってたんですけど、見事に外れております。1番さんがランダムシロと出ております。把握お願いします。そうですね、まあ、2番さんの中でその1番さんがブーメランっていう発言をしていたんですけど、まあ、精査はいいかなと思います。2番さんのその精査はクリティカルだと思いますよ。まあ、1番さんランダムシロなんですけど、自分も占いたくないところは釣りたいんですよ。例えば、まあ、言い方が悪くなると経費ってなるところは釣りたいんですよ。占いが飛ばせないから、そこに対して無駄になってしまうと思っているから。だから濁すような発言をなるべくさ、グレーの人はせんでほしいなって思っちゃうって感じですかね。9番さんは明らかに2周目やと思う。2番さんは1の精査がきちんとできている人物やなと思いました。まあ、4番のプレイヤーが発言します。はい、現状3番狼軸に行くと2と9の狼ないんかなと思う。9番さんはまあ雑なぐりで1の狼さんって言ってて、3が1に白打つ行為って、この3級にも見えないし、2番が1釣りをしてて3に1白を打つ行為って2番さんの HP が低くなるんで、俺3番がロージックの時は3、1か3番と後半に狼が俺いると思ってます。で、自分はちょっと、まあ、思考変わってて潜伏してる役職を結構新目に見てるんで、まあ2週目潜伏で出てきた占い師の方を多分新目で見るね。ここでもう3が出てるから1週目から出てきましたじゃちょっとフラットに戻るけど、もし5番以降に潜伏占いがいるんだったら9の位置で出てきてね、もしかしたら3仕様にもなり得るし、まあ、3仕様になったらほぼ自分3番さんから行こうかなと思ってます。5番のプレイヤーが発言します。
仮に3に背で狼軸やった場合、2、3ってありえるんじゃねと思ってるけど、それは4番さんと違うと思っている。それで潜伏したら潜伏したらって言ってるけど、出てきた方がいいよって言ってるように感じた。だから4番さんが怪しいと思っている。発言の中で言うならば2番さんが怪しいと思っている。1番の殴りは不適当だと思っている。で、1番さんで気になるとこは違うと思う。もっと発言ピックアップして聞いたら、2番視点で1番の発言で気になるとこって、色落ちしなかったら仕方がないって発言残してんの。なんでそこ拾わんかったんと思ってしまった。だから殴りは不適当だなと思った。で、1番が色を落とさんかったら仕方がないって言ってるとこから、1番強人なんかなと思っている。2番は殴り方がおかしいと思った。今現状、2か4だと思っている。以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。3占いの1白把握。2番って使用してないよな。最初なんかごちゃごちゃって聞こえんかったけど、なんか使用してたんかな。もししてないんで7番さん、8番さんあたりで教えて、まあ4番さん、5番さん舐めたらしてないと思ってるけど。圧倒的に2番が明らかにおかしいと俺は思ってるけどね。1番投げてたのって、例えば4番さん、5番さんの位置で1番さんに対して黒要素を拾えてるんであれば、1の黒要素にしっかり研究するべきであって、2、3、4に対して色付けっていうのができんのであれば、触れる人がないっていう発言をしてるあ、だしけみでしちゃかんないか言ってあら、りが別とに怪しいところないから1って9触れてないだけやと思うの、俺は。だから2が1に対して触れてることはおかしいの。5番さんも言っとったけど。そこ4番さん気にならんかったから、そこ3番さん気にならんかったからと思ってるよ、2番さんの後の発言やからね。で、4番さんに関しては、なんやろな。そういう発言って無理やってやめた方がいいと思うで。なんやろな。3が真やった時ってさ、人外にさ、評価されるしさ、逆にあれやろ。まあ、言いたいこと分かるやろ。だから言わん方がいいと思うで、そんなことは。7番のプレイヤーが発言します。なるほどね。俺、1番の言ってることがさっぱり意味がわからんくって、2番で結局何が言いたかったんって話だったんやけど、なんか、まあそこに対して2番が1番に対して突っ込んでやるのは、別に人外要素とか言わなくてもよくねって思ってたんだけど、まあ確かに6番の発言聞いたら、まあ2番の1番の指摘ってすごい微妙だったんだなっていうのはよくわかったかなって感じ。まあ俺は1番の発言が汲み取れてない人物だから、6番5番に対しても精査ができないし、4番が、なんだろう、3番岡君、2番9番がないって言ってたけど、2番はないなと思ったけど、9番はまだ否定できないかなと思ってるから、ちょっと思考が違う人物今だ日とも思っ三て人る。ありがまあ3と番2番がないなと思ったのは、3番のなんか2番に対しての触れ方かな。なんか2番は1番へのブーメランは正当だったよ、だから印象が良かったよって言って、なんだろう、若干なんか2番に回収いってるかなって思ったから、あんまり3人っていうのが見づらいなっていうのはわかる。かな。そんな感じ。8番のプレイヤーが7発言番どしこまつす。りたいか言わんね。現状一番白いっていうか、マシやなと思ってるのは7番かな。まあ、4番が言ってる、その3番と9番がないっていうのは、俺はそう、どうかなと思ってるけど、3番が2番、3番2番がないのは間違いなく、そう俺もそうか。2番が1番釣りたいって言って、3番が1番に白を突こう。3番が狼やったときね。単体精査したときに、6番って、5番だっけな。あれ7番だっけ？ってのは1番の言ってることが分からんって言ってた。1番の言ってることって要は、まあ、全員に触れる必要ないよって。60秒ある発言を、まあ、黒いと思ったところとか、気になったところに使えよ、精査使えよって言ってるだけやから、別に1番の言ったことしへんよね。まっすぐに6番釣りたいっすね。まっすぐに。まっすぐに6番釣りたいっす。6番視点で、5番も入れとくわ。5番と6番釣りたいっす。5番か6番。9番のプレイヤーが発言します。はい、ああ、やんしろね。了解です。はい、2番騎士、5番が例の。あ、俺、8番ちょっと言ってることおかしいなと思っちゃったんだけどな。8番占いか。8番ってさ、7番がさ、一番白いね。この中で現状に7番が一番白いなって言ってたんだけども。7って1の1面は分からん、1の意味が分からなかったけどもっていう発言してたやつで、5番だっけかな、6番だっけかな、7番だっけかなってさ、7番の発言聞いてないのにさ、7番が一番白いってどういうことなのって俺は8番に思った。ああ、たて現状占さんいギだっフたらト8あのり方ががと2攻めかなっていうふうに思ってる。で、グレーに関してだと、あんま分かんないね。
グレーに関してだとマジでわかんない。言ってることはみんな言ってることで、自分が正しいと思って言ってるからそうなんだろうなっていうふうに聞くんだけども、実際それってなんかこう自分の考え方の違いでさ、自分の考え方の違いだから、それを自分が主張してるってだけであって、なんかどこもなくそんなに黒い、でもその、なんだっけ、1番がとか2番がっていうふうに言われてたけど、まあ2番に一番ちょっと引っかかったのは、しようなしって最初に言ったのは、これ間違いなく言ってるのね。そこにはちょっと、なんだとは思ったんだけども、そのぐらいかな。だからグレーで言ったら今のところだったら2番がちょっと気になる、その要素だけで、ね。他はみんななんか自分の進行論っていうか自分の考えを言ってるってだけだから、なんかそこまでなんか白黒っていうのはまだ自分の中では思っててないってぐらい。以上。1番のプレイヤーが発言します。9番なって感じよな。いや、2番が変だっていうのは共通認識だからいいと思うんだけど、一応2番騎士なのよ。2番騎士なの分かった上で言ってるのであれば、6番7番でどちらか釣りたいかっていうのをちゃんと上げてほしかった。分からないんだったら分からないで2周目聞いたからとか、6番7番お互いに良かったところがあったから2周目聞いたからとか、 いくらでも言いようがあると思う。あ、騎士なのね。そういうことね。だから2番に視点向いたのか、9番って。了解了解了解。じゃあ5番に近く、5番だよ、5番例の近くだよね。だからまあ占いどっちから詰めるかは、まあ決め、占いから詰めるよね、さすがにね。そうだよね、うん。占いだったら俺8番かなと思っちゃうけどね。8番が、さ、9番も言ったらが、8番が7番に対して、いい印象、村だっていう評価を下してるのから、7番の話は全く聞いていないんで、しかも7番が1番の話を汲み取れていないのを、8番って、いや、1番ってこういうこと言ってたよって教えてあげてるんでしょ。教えてあげるってことは、8番線7番がそこを汲み取れないのは大丈夫かと思ってるわけじゃん。ちょっと心配なわけでしょ。それで7番が村に見える構図って何なんだろうと思ってるから、8番めちゃくちゃ気になってる。はい。ただ、8番が4番白持ってる段階で4番8番ってないと思ってるから、8番狼だった場合に、あれか。あ、騎士に似てる可能性もあるのか。8番狼軸、2番9番以下じゃないし、6番7番。の方が濃いかな。8番狂人。8番狂人だったら全部あるから、まあ話聞いてかなと思ってるから以上。2番のプレイヤーが発言します。うん、まあ基本的に霊媒が首先と、護衛決めればいいと思うよ。騎士から行くんであれば、騎士って言ってくださいのってことがいいし、占いから行くんであれば、占いで、新芽がある騎士に自信を持たせ、新芽のプールコンに、その残った占いも漏らしたり、まあ、どこでもいいよ、みたいな指定をすればいいから、まあ、そこら辺を今日はいいと思うかな。で、白いと思ってるのは7。うん。9が出てて、1は多分囲いねえだろうなっては思っている。3が偽かどうかは関わらず、なんで71白で追っていて、結構8が偽かなと思っているくらいですかね、今のところ拾えた様子的には。なんかめちゃくちゃ不当に6に叩かれてんなぐらいで、ちょっと、よくわかんねえな、精査合わねえなぐらいな感じですかね。3番のプレイヤーが発言します。2級においては精査できんかな。9番も2番の対抗棋士に出てるってことを把握漏れてて、そんな聞いてないし、2釣り押すぐらいでしょ。それって別に2番が騎士に出てたから焦って出たっていう点もあると思うから、もう精査できない。2番に関しても8がギってなるなら、8のギでつながるところを提示するべきだと思う。だから2級って精査できないなと思う。最終で5番、最終っていうかこの位置で、この位置っていうかこの週でね、5番さんが決めればいいけど、自分2級の精査ついてないわ。ドゥードゥーすぎて。でも1個言えるのが、8番目線で7の意見がいいってなるなら6の印象が良くなると思ったし、それに対して7は何も分からんなっていう結論、7視点残してるのに6に対しての悪い
印象が悪いっていう8番の対する殴りから86はないんじゃないかと思ったっちゃかな。だから86の時に6はないと思った。あと4があれほど、あ、潜伏してた方を真に見ます、だから3もし潜伏して出てきたら3番さんを義で見ますって言ってるのに、48でもしやってるとしたら8って潜伏しあの位置でね、最終なのにラストに4しろって打ってるわけだから、それ相方としてどうなんかなと思う。だから48でこんなラインガンガン繋いできてるとは思えない。だからもしその時は8強陣ってなる時は4ローが一番濃いなと思うよ。だから48の時ってなんかローローはないと思った。どっちかが強陣どっちかが陣ローってなるかな。まあ4番の話を聞くけど、出方的に8もどっちも得るけど、2級の精査がまだ一切ついてない。86は切れると思ったよ。4番のプレイヤー、いやーこれ難しいね。俺やっぱ潜伏してる占い師新目で見る太刀だけど、俺にしろがちょっと怪しいんよね。俺は潜伏で見てるって言ってるから、多分俺残しとけば多分3人行く可能性あるから、俺が釣られた時って8番って損だから、俺は絶対釣られたくないから俺にしろ打った可能性があるのと、ちょっとラインが見えたのは2、8人狼があるかなと思った。その理由って5番さんが2釣り押し、6が2釣り押ししてたのを8番さんが5、6釣り押してんのよね。そこがちょっと2、8あるかなとは思う。ただね、2番さんその位置で1釣りたいって言えてるのは騎士だからかなとは思うけどね、俺は。役職って釣り位置しっかり言えるんよ。だから8番さん目線もしっかり5、6釣り押してるのって、結構対抗にライン見せてるのは俺心象がいいんだよね。まあちょっと占い8番さんの発言聞いてどっちか行くけど、俺結構1番さん黒いと思ったんよね。9番が雑に1叩いて、なんであの9番さんわかるんって。それ1番さん狼仕様じゃねえかなって思ったから。2番さんが1叩いたの白かったし、そこに白打ってるし、俺結構3、1もあると思ったから、まあ、8番さん死んだったら頑張って、あとクロス越え指示5番さんしっかりしてね。俺、グレー7番さんが一番怪しいと思うよ。7番さんしっかり釣り位置はなかったから、グレーサイクロは7番さん。5番のプレイヤーが発言します。うん。まあ、8ローやったら7がつながり得るんじゃないかなって思うぐらいかな。うん。発言を聞いていないから、8番が。その7番の発言、一番さんにとった要素の中で一番おかしかったのは7番だったよ。ただ3番さん、言ったけど6はありえるよ。まだ見えちぎりでどうにかそれで発言したっていうのもあるから、だからその精査の内容とかその発言の内容っていうのをしっかり聞いた方がいいと思ってる。2周目の発言でね。で、今日は3、8のランでいきましょう。3、8のラン。自分が2戦目だと思う方に投票してください。俺は今現状どっちに投票するとかは言いません。で、どうしようかな。9は私守ってください。2は残った占い師を守ってください。それで真理つくかなと思っている。3と8、もし俺噛まれた状況やった場合の進行、その、俺噛まれた時は、その護衛先、俺は 9番に俺護衛寄せてもらうから、2番が3か8を守るっていう、釣られなかった方の占い師を守るっていう形でお願いします。うん。そんな感じかな。それで神器がつくと思ってます。で、俺噛まれた場合はしっかりと占いは釣り切りっていう進行でお願いします。以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい。まあそうっすね。まあ現状騎士92進行で38進路で見てるけどね俺は。9番の強人戦の方もないかないと思ったけど、やっぱ2番強で似せちゃうかなとは思ってるけどね。ただ9番っていうのは2が騎士やでって言ってるのに関わらず、その出てこなさすぎるやと思ってるよ。俺が9番の強人否定してるのは、9番って初週の最初のタイミングで俺は霊能どっちも釣り切りますって発言してるから、強人っぽくないなっていう線を持ってるから9が真かなと思ってるけど、
2番があのタイミングに出てきて、なんでそんな出てくるの遅いのとは思ってるけどね。3番に関しては、なんやろな、4、8はないと思うて、8、ローの時の4、ローはないと、8、強の時の4、ローはあるかもしれんけど、政策わかる。8、4って全然あるやろ。うん。4番の7発言でさ、8番相方がさ、4番に白打ったらさ、脳死でもう8死んですねって言えるやん。うん。2周目4番さ、でも8番俺に白打ってるところだけがなって言ってるけど、そんな言えるやん。うん。だから3がもう脳死で偽ですわって言えんねんからさ、なんで8を見ひんのと思ってるし、8番に関しては占い能力持ってんねんったら、ある程度占い師は英語でいいと思ってるけど、8番視点で1の発言ってなんで2組取れへんのみたいな発言やってんから、なんで5、6、どっちにも言っとくわ、5、6、釣り1やってって言うんやったら、要素上げようよ。考え方一緒やん。どの要素で俺ら釣るってなったん、うん、ぐらいかな。7に関しては単体で思うことはない。うん、LINE に関して言えば分からんけど、7に関しては、なんやろな。うん、その1の発言を汲み取れてないから、5、6に対して俺は触れれることがないって言ったら、もう、なんやろ。それを言われて俺も言うことがないから、じゃあ7に言うことはない。ただ、あの、2、ごめん。7番のプレイヤーが発言します。なんか4番って意味不明な殴りしてますよね。まあ6番視点からも今開示があったように、俺って5番6番に対して再付けができないんですよね。それは1番に1番の発言を汲み取れてないから。だから4番が7番に対して釣り値は7番で、理由は釣り値を上げてないから。それだけだと多分発言要素じゃなくって、多分議論の展開上から釣ろうとしてるのかな、4番さんって感じなんだけど、なんか土着そ変な人だなと思って聞いてましたね。ただだけど、48オオカミはないと思うよ。48オオカミで4番がいきなり黒くなって、8番の審査業を行って8番4番でつながってましたみたいな構成はあんまりなさそうだなっていう感じはしてたかな。っていうのと、あと急に心境っていうのがあんまりよくわかんないな。急にってどちらかっていうと心労で出てる可能性の方が高いぞ、盤面的に。だって9番の出方的に、なんか2番の対抗仕様把握していなかったのと、2番ってなんか白いのは7番で一番かっこよなさそうって言って、ああそこもなんか4番さんって2番さんに殴れてたから印象いいねって言ってたんだけど、割と意味不明なんですよね。だから灰だったら1番4番が怪しいなと思ってたから、4番強人もあるかなと思ったけど、そうした場合に占い進路で考えた場合って8番の方が偽っぽいよね。まあこれはみんなが言ってる通りだから省くけど、そんな感じなんよね。だから4番がほぼ人外っぽいな、人外っぽい思考を持ってて、まあ時点であるとしたら6番ぐらいかなと思ってるかな。心眼は微妙やな。8番、うん、これ生だと思うな。これが1周目に下した7番の評価って、7番が3番9番はまだあるよって言ってる視点がまだ分かるから1番マシっていう評価を下してるんだけど、3番2番は間違いなく見えへんかったから、ただ7番の1番殴りは変だよって言ってる考察ね。はい、5番6番に関しては5番例のやけども、3番って、要は5番6番は2番が変やと思ったんやろ。間違いなく2番って変やったよな。でも3番って1番白を打ってて、その2番が1番殴ってる構図で、3番が2番の考察は真っ当だなって言ってるんですよ。だったら5番6番視点って明らかに3番が偽で間違いないやろ、やから5番6番から釣りたかったんですよね。はい、結論言いますね。3一ロード2強かなと思ってます。はい、吉進強の3一ロードですわ。3番が、1番に白を打って2番を全う評価しながらも1番に白打ってっていう感じかな。もしくは7番かなと思ってるかな。ラストウルフは1番だけ占わせてほしいかなと思ってる。はい、6番に関しては2周目割とマシになったかなっていう感じ。最後に4番に言いたいんやけど、4番ってさ、潜伏した方を真と見ますって言ってて、俺4白持ってたから、少なくとも4番のやってる俺この位置で潜伏なんてまずしないから、少なくとも太鼓が出てる盤面、4番がその発言をしているくせに、4番ってどういうことやねんって、マジ。28ローラってどうやってやねん。この盤面で進路進路か。あなた強人ですか。はい、限りなく村目高いんやから黙っといてください。全プレイヤーの発言が終了しました。これから。1、3、2、7。
投票が終了しました。1、3、2、あ、7かな。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。7かな。8、9、6、4。4の言っとうことがおかしいと思う。28見えるなって言いつつも、最後って8のシーンを追ってる発言をしてるよね。それって、3がシーン見えていながら発言してるように思うっちゃ。やけん、どっちかというと、それこそ言いたいんや。は？それこそ言いたいのは、強人じゃないと思うよ。どっちかというと黒やと思っちゃ。なんでかって言ったらね、8番、4番のその発言って囲われてるからこそ言える発言やと思う。だから4-8で今の発言、しかも8番が今の4番に対するちゃんとしてくれんかなみたいな発言から、4-8じゃなくて8強人4の世界が見えるっちゃってなった時、2級の精査なんやけど、そのなんて言うんだろうね、6番さんが言ってた9番さんが霊の釣り切りっていう発言は強人だと出ないよねっていう発言しとるけど、自分視点で8強かなって今思ってんのよ。4の黒要素、このことからね。だから9番って強人っていうか、ロー要素もそれはあると思うから、ね、わかるかな。もう一回言うけど、2級の精査はついてないよ。でもこの盤面が4が黒すぎて、6、7じゃなくて4が黒すぎて、4黒8強、2級進路だと思うしかない。なんで新切られたっちゃかなと思うけど、はい。夜が更けました。人狼に気をつけてください。どうだろう。俺ね、ちょっと俺噛まれるかなと思ったから、強靭噛ましたいから、昨夜は1名の方が亡くなりました。8番、9番のプレイヤーが発言します。はい、これで3黒ね、3黒ね、 OKOKOK。 これで2番の、芯がないっていうのは分かってもらえたと思う。で、3黒だったっていうことは、ちょっと待ってね。噛まれるかなと思った、あんま見てなかったな。1、3、3、8、9、6、4、5っていうのは、どうなんだろうな、1、3、2、7、1、3、2、7。ちょっと待ってね。これ、勝負いくか、2強だと思うから。327が、27の中でっていう風になると、やっぱ7番、7番黒いのかな。327、俺どっちにしろ噛まれると思ってあんまり聞いてなかった。ごめんなさい。でもまあこれで俺が新吉だっていうのは分かってもらえたと思うんで、まあとりあえずそこはごめんなさいしときます。そんなもんかな。だから3黒だったから、3に入れてるところっていうのは基本的には裏だと思うんだけどね。あそこの逼迫した展開、逼迫した中でって言えばいいのか。ちょっとごめん、緊張しちゃってちょっとごめんね。まあそんなところです。以上。1番のプレイヤーが発言します。いやまあ俺死ぬんだろうなと思ってるけど。8番ね、1番の色見たいなーって言ってね、8番死んでるもんね。だから めちゃくちゃ死ぬ未来しか見えないけどね、僕は。4番も1番にして向いてるし、やべえなーと思ってるけど。はい。まあ基本的にまあ2番強人なんだろうけど、4番は何をしたかったのだろうね。あんま意味ないことしてるなーと思ったけど。はい。まあ、4番スムラらしいので、まあ ほっとくけどさ。はい。6番、7番ね。6番、7番な、どこなんだろう。8番って、
7番の話、まあ、聞いてた、ごめん、俺が8番に言ったら、ま、逆、間違ってたみたいなんだけど、8番って7番の1番への話は違うが、2番、3番がなく3番、9番がある話で評価したのね。って感じなんだけど、そこで言葉足らずで8番が7番に対して視点を向けてる内容を3番が7番、8番あるなって言ったにもかかわらず、7番の視点で8番投票なのが、3番、7番ってあるなと思ってるけど、思ってるんだけど、7番単で別に黒いと思ってないが、そこまで難しいなと思うよ。3番黒軸のラインで見たら7番ってめちゃくちゃあるなと思ってる。3番が7番、8番で追っているにかかわらず7番の4番と、あと8番投票って変だから、それぐらいかな、以上。2番のプレイヤーが発言します。まあ、自身のプレーミスですね。先に謝っときます。今日釣られるのはもうしょうがないと思います。あっちの新名が全然追えなかった。まあ、とりあえず安定で行ってくれるなら、3クロなんで、2級に、1人外。これつっても終わらないんで、削って、最終日に人外、人狼を追ってくれたら一番楽だけど、多分俺から釣られるのはしょうがないと思います。4番のプレイヤーが発言しまあす。の、まず俺、狂人信用したいとかちょっとみんなわからないと思うけど、俺、神龍持ってたのね。神龍の時多分俺噛まれる可能性も十分あったんで、それなら俺が狂人信用したら、狂人噛まれる可能性あったから、俺は狂人噛ませるために狂人信用した。で、俺が実際狂人だったら狂人信用はしないな。あ、狂人信用だったらまず8噛まない。8は噛むか。で、またここでグレー提案したら狂人って思われちゃうかもしれないんだけど、俺は5番さんここで勝負行ってもいい。まず2かローの時ってここ絶対他噛んだ方がよくね。俺噛んだ方がいいんじゃね？ 2 かローの時。まあ俺狂人と思って噛まなかったっていうのあるかな。2のローの時もう勝ち目なくね？これ。だから1か7でどっちかミスってんだよね。で、俺7番の発言聞いてどっちか行こうと思ってたのよ。俺は潜伏してる方を信で見るって言ったから、8が4に白を打つ行為って、まず俺が釣られた時って8番人狼の時損なのよね。俺って多分一周目に出てる占い師登用するから。だから俺は8が、俺に白を打ってるのは評価衆にちょっと見えたんで、ちょっと迷ってた。で、俺やっぱね、7番がし、あの、5と6はしっかり2釣りたいって言えてるんだけど、7が言ってることだけ、なぞってて釣り1はなかったの怪しいから、今日1、7ランでいいんじゃない？ 5 番さん。明日2でいいんじゃない？って言ったら俺、狂人に見られるんかな？やっぱ。5番のプレイヤーが発言しあます。の、ごめん。それ言おうとしてた。一応、17のランでいいよ。じゃ、ごめん。そこまでじゃ自己防衛せんとってほしかったから。あ、チェラミンさん、ギフトありがとう。で、明日2番さん釣りっていうことね。で、9神決め打ち。OK？ あとは、基本的に発言精査。4は村で弾き。教示メモなしって考えていい。まあ、8番組の意図としては、おそらくやけども、2と9がどっちが真かが分からなかったから、8番組。まあ、ほぼほぼ9番が真って思われたんじゃないと思ってしまっている。だから17ランでいきましょう。発言おかしい方に投票でお願いします。今日は6番を外します。で、2番視点、ワンチャン俺も守れる可能性があるんだね。ってことでしょ？あちらみさんゲストありまがずと2番さんの仕事は8番を必ず守ることです。8番の芯が追えなかったとしても、それが一番静着だからです。それを守ってない時点で2番は偽だと思っております。今日は17のランでお願いします。そんな感じです。
以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい、なんやろな。あ、とりあえず5番さん、あの今日1ランナー把握、7番さんの発言切ってどっちかに入れるけど、ほぼほぼ7番さんに俺は傾いてるかな。7番さん単体でめちゃめちゃ黒さやなって、黒さ拾えてないんやけど、 3番が黒で落ちてんねんから、なんやろな、3、1つながってた場合で2に対してのアプローチの書き方ミスってるよ、3、1やったら。うん、3、1やったら3が1に初日に囲った上で2に黒塗ってかなあかんと思うんだけど、うん、だから2の発言ってさ、まあ、8も言っとったけどさ、明らかにおかしかったからこれとか5番さんが叩いてたわけやん。に対して3が2に対して、確かに1の言ってる発言はおかしかったから、2の発言は真っ当やったよって発言をすること自体、3、1つながってたらおかしいから、絶対2に黒い字を持ってかなかったら、2が役職あるんない関係なし、2の発言ってむちゃくちゃやったんやから、うん、その点で3、1には見えんかなと思ってるかな。7番視点で8番2000に見えた理由、もう一回教えてもらっていいよ。うん、俺は、ごめん、騎士を新境で見て、占い進路で見てて、7番さん逆つったんや、昨日つったんや。別にそれはいいねん。別にそれって別に考え方の違いから、別に7番の人外要素なんでもないけど、なんやろな。新境で見たときに8が2000ってなって、4で追ってたやつだっけ。うん、そのロジックを教えてくれ、俺に。ぐらいかな。7からめちゃめちゃ黒いな、人狼要塞なんて要素拾えてないけど、3、1っていうないんやとは思えへんから、ほぼほぼ7行きたいなとは思ってんねん、現状。ぐらいしか言うことないかな。うん。で、俺は思うんやけど。7番のプレイヤーが発言します。そうか。まあ5番からなんか1、7提唱される前は俺6番に行こうかなって思ってたんだけど、多分回避できそうにないから俺今日多分釣られるんだろうなって思って発言聞いてますけど、多分だけど、多分3番、6番狼じゃないかな。もう6番が言ってた通りなんだよね。3、1狼だったら2番叩くと思うんだけどね、単純に。2番に対して叩かずに、2番に対して高評価を持っていた、2番を1番に対してのブーメランは正解だったよって言って、2番の用語を入れるのがあんまり3番1番に見えないんだよね。うん、っていう観点から6番釣りたかったんだけどね、俺は。うん、3番6番で見えちぎりって全然あり得るから、その要素はあんまり含めないでほしいかなって思ってるけど、8番を強人の方が見えたけどね。だって8番って、なんか7番のことが最白だって言って、5番、6番、なんかどれだかわからんけど、なんか1番に対して発言聞いてなかったみたいだけど、って言って、なんか8番って、なんかその要素だけ取ってたから、自分自身の発言を貶めるようなね、なんか発言してたと思うんだよね。で、勝手に4番がドス黒くなっていった構成か、もしくは8番狼、4番狂人の進路。まあ、これかなって思ってたけど、割とその盤面も今日消えたから、そうなってくると、3番1番に繋がってるようで見えないから、3番6番なんかなって思うけど。うん。いやいや、斜め線って1でしょ。まあ、昨日の時点で、まあ一応説明はしたと思うんだけど、どうなのかな。6番？まあ、7つね。投票見てないし。いや、6狼だ、もう勝てんな、これ。いや、6番ってなんか潜伏占いに懐疑的な一線ってるから、まあ、ちゃうんだけど。投票が終了しました。終わってくれ。追放されるプレイヤーは7番。マジか。の投票を発表してください。これも1しか釣れんな、最後。まあ、6番が狼じゃなかったら確実に勝ちなんだけどね。いや、俺どうにも読めないよね。6番が急に心境読みで3番、8番を心労読みしたって。いや、俺おかしいなって思ったのは、急に心境だった場合って、絶対に2番とか9番が出る意味ないかなと思ったんだけどね。率直に占い師が2枚出てて、騎士が、あれでしょ、9番、まあ2番はまあできてたから、まあ強人は否定できないけど、9番の出方って強人っぽくないよな。だから、まあ6番、9番強人否定してたんかって感じやけ、まあわからんくはないけど、あんまり2番強人もふわってきてないから、もう4番の強人はないと思ってるから、まあ、あって9番狂人ぐらいかな。一番がわかんないね。夜が更けました。
人狼に気をつけてください。するけど最終日どうなるんやろ。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。4番のプレイヤーが発言します。マジ？ちょっと2番さんどこぐらいか書いて。2番後 ?9 番ムラスラ。マジ ?2 番死んだら8守ってくれよ、マジで。危ねえ気の2釣らんでよかったや。マジか。いや、9番初日どこ入れてる ?9 番。ちょっと待ってよ。9番昨日。うん、9番3入れて、昨日1に出てる。どうするよ、これ。よかったね、これ、2釣らなくて。9、あ、1行く？いや、俺マジで強靭じゃないからね。俺マジで強靭じゃ、強靭7あるかな。これ、旧狼だったら、教授に、おりんやろ、に釣れるから。1行くかい？もう6狼なら勝てんな、これ。切ってるから。いやね、9が1叩いて1がなぜ分かったっていうのは、やっぱあれ黒かった。これ1行こうかな。5番のプレイヤーが発言します。だって、マジで。だって。守ってくれ2番さん。わかんねえ。旧式新規者と思った狼が、ちょっと待って。いやー、一釣りクロスボイできるんか。今日は2級のランでしょ。2級のラン、2級のラン。え？いや、旧狼ならあそこ先手。変なこと。2級のラン。理由はあるで、4番が狂人やった時のケアをするためです。だから2級の欄。いやいや、俺狂人ねえって。って感じかな。いや、9番狼ならあれやろ。そんな感じです。今日以上です。そのまま残って2釣れば勝ちだ。9強でもそのまま残って2釣れば勝ちだから、9の狼ってないって。ジンガーがない。おばさん2級じゃないやろ。9番さんどっちだ、マジで。2級、2級のランにしたら絶対負けると思うんやけど。いや、4かもアホおらんやろ。と思ってるけどな。だから4番まで4グッチョブ来てると思えへんから、そうなったら2がシーンになるんやけど。ただ9を今日で見てなかったから、9って何で見たらいいんやとなってくるけどね。そうなったら。だから悪いけど、5番さんが2級のランでって言うと俺9行くで。ってなったら9の今日がないと思ったら9ローにしかならんからな。
昨日7番やと思ったのは、何やろな、別に何やろ、7が6って言ってるからってわけじゃなくて、俺視点での考察、これ7視点の考察で絶対になりえへんから。9が今日で漏れる必要ねえよ。9ファンこれ死んだ。1の発言、2週の発言を汲み取れてなかったから、9強人なのにって言ったら価値格だから、強人でも変な発言であったのに関わらず、昨日俺が挙げたのは、3、1繋がってた場合には2に対して違うアプローチの書き方しやなあかんはずやのに、そうしないことから3、1って見えんから7行きますよって発言で、7視点でその場合できひんねんって。だって1の発言汲み取れてないんやから、その俺に対してその理由で俺に来るんってことってありえへんから、これ7が強人と思ってあれなのかな、うん、ってなった時に、1なんかなと思ったけど、9がそんなんやったら9やけどな。うん。5番さん9にってやったら9やで。間違いなく。うん。4か2かアホおらんと思ってるもん。うん。って感じかな。9番。のプレイヤーが発言します。けど6が狼なら1って PP か、はい、おはようございます。自分ね5番守ってたから5番守れんくて一番白っぽいなと思ったのが4だったの。だから4守った。それ普通に愚痴が起きたんだけどなんで噛まれんの嫌だから強人とかって言っとけば噛まれないかなと思って、うん、で今のって、うん、6番まともまともなことを言ってるようだけどなんか六狼っぽいけどね。いや、どっちにしろ強人だと思うんだけどな。どうでしょう。うん。どっちにしろさ、それでさ、今日は俺5番守れるし、5-4-5で。だってあの発言でさ、4番がさ、信頼に見えるか。普通に考えて。普通に考えてって言ったらなんかおかしいか。人それぞれ考えるから。ちょっと追加。うん、9ローの時に何をするか、いなくなってる時点でどこが白いかって言ったら4が圧倒的に白いわけじゃん。それはみんな分かってると思うんだけど、5だってそれは霊能の、まあ、ちっちゃい5がさ、まあ、4を白弾きしてるわけだけども、2つって噛んで強人と PP すればいいやろ。強人と PP すればいいやろ。いうことそんくらいかな。以上。1番のプレイヤーが発言します。事件すぎる。やばいやばい。いや、あのね、ちょ5番にゃん、ちょ僕から言うと多分俺100死ぬんだろうなと思うけど、一応言っとくわ。あの4番強人の新郎新郎は 100% ないってじゃあね、あの3番9番狼ないし3番2番狼であった場合に、3番っていう相方が釣られたからといって8番噛むか。8番噛みました、2番9番ローラーしましょうって全然できるよ。でしかもなおかつ、9番が5番超え、2番が8番超えって指示されてたんよ。9番狼視点でそもそも8番噛めないの分かってるじゃん。かまんでしょ。それ、髪が通ってるのって2番9番新居だからでしょ。だから、4番100すむらよ。うん。だから、実践だと、6番なんよ。でも、6番のプロ要素とか、3番6番でつながる要素とか僕は何も持っていないから、ちょっと、うん、ピエンって感じ。もう無理だなって感じなんだけど。マジ、もう無理死ぬって感じ、ほんま。助けてください。はい。ただ、4番は100すむらよ。8番噛まれた時点で4番は 100% 進むらよ。ね。わかった？はい。だから6番が狼なの。で、2番9番でミスったら実戦で負けるからこそ、絶対的に勝てる6番から釣ってほしいんだけど。ダメなのかな？ 2 番のプレイヤーが発言します。はい、ダメですね。自身のプレイミスをしたことに関しては、言及はしません。そこで偽要素を取るんであれば全然いいと思います。ただ今日グッチョを起きて9が即ムラスラをしてますよね。9が4守ってるんであれば4守り、これは5守れたから5守りっていうのを出して、その上でムラの精査をさせるべきで、ムラスラとか騎士を4守りっていう騎士を真に思うんですか、あの人たちはって思っていて、最終日は多分
六四郎機の一音のセンサーじゃねえかなって思っているかな。9は多分ほぼほぼ強靭だと思います。全プレイヤーの発言が終了しました。その歌声がどんな感じ。9行くか。2番のプレイヤーが発言します。はい、自身に入れてるのか号泣か。了解です。まあ5に入れられてるのはちょっと納得できないけど、じゃあ5に説得すると、2日目の4の発言しろいと思いましたか。それだけ聞いておきます。はい。で4はかもれる対象でしたかっていうとこだけ4に、5に聞いとくね。それで4がかもれる対象だと思うんであれば、まあ、お礼に入れてもしょうがねえかなって感じ。9番のプレイヤーが発言します。はい、まずね、岩さん出現してるの分かりますか。なんでさ、4をさ、同軸で入れたの、さっきのあの決戦の前の発言の時に。まずさ、シンデさ、もうさ、強靭がさ、もうバグってるだけでしょ。もう分かんなくなって。4は白なの。で、それでまた今度決戦当初でさ、4が白いって言ったりとかさ、もうその視点で分かるでしょ、4番さん。僕、いつもあなたのやつ見て勉強してるんで。いやいや、別にまず2番さんのやつの発言、まず拾ってください、4番さん。そうなると4番さん、ちょっと巨人っぽくなっちゃうけども、で、2でワンチャン終わるんじゃないかって思っちゃうな、それだと。そんくらいかな。以上です。なんかわからん、ここグレーツって。グレーツってなんか最後 PP しようとしてる感じするんよな。強靭しよう、準備するか。追放されるプレイヤーは2番、2番の遺言を発表してください。あーごめん、初の仕事先忘れてた。ほぼ旧強靭の、そっか、4の白、8の白先4なのめちゃくちゃ忘れてるのな。申し訳ない。ただ5を噛まれた時点でもう、すいません、自身のやらかしです。夜が更けました。人狼に気をつけてください。いやー、9強靭なら8入れる。いやー、もう、なんなんや、なんなん、なんで占い師に間違えたんや、もう。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。6番、9番。のプレイヤーが発言します。はい、ということで僕はまた騎士使用します。つか、おかみさんは俺のことを、あ、車設定した、あ、ごめんなさい、ちょっとライン来た。おかみさんは俺のこと本当に強靭だと思ってるのかな。そんなこんなで、一番さんしかいないんすよ、もう。一番さんしかいないんすよ。どうしましょうか。かね、
俺、強靭で見てんのかな。あの、強靭 CO とか、騎士 CO とかあれなんだよな。ちゃんとカミングアウトじゃなくて、ただの塩ってやってたんだよな。あれ、おかしいな。1番のプレイヤーが発言します。まあ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 。キューマスワラだったらまあまあまあ。やばいと思うけどね、割と。まあ、いいんじゃないですか。はい、キャッスブラなんだ。あが無理しんどこれ。キャッスブラだった。おもろいわ。まあ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 。まあまあまあ。ね。9番が強靭だと思って、まあ一応4番投票しとこうか。なんかスムラっぽい話してたけど。あとスムラで騎士対抗出てたの。ほんで占いから詰めてんの。攻めたね。キバス攻めたね。ほんで2番の2世代で試乗して2番釣ってんでしょ。キバス攻めてるな。やばいよ、キューバ。4番のプレイヤーが発言します。ああ、よかった。1番ゲロらなかったら俺9のロー持ってたからよかった。俺3球人狼あるんかなと思った。だって9番がなんか降りたのってなんかグレー釣った後に最後に2釣って勝とうかしてる感じがあったんで俺もしかしたら3球人狼7球とかあるんかなと思ったんよね。けどだから、けども1番がゲロってよかったと俺思うよ。いや、もうこれ、2が真終わったらしょうがないと思う。で、しかも8投票してるし、護衛してないし、9真じゃないの。俺実際強靭じゃないからね。うん。いや、もう1行こう。よかった、1がゲロって。俺はちょっと9行こうかなと思った、正直。あそこでさ、まず強靭だったら降りる必要ないのよね。だって強靭だったら真って、もうわかる。強靭だったらだって2釣れば勝ち確なんよ。だって強靭目線2が死んだから2釣った後に PP だからね、ご主人いるの分かってるから。ただ俺9のローなら別に降りる必要あったんよね。だってグレー釣った後に、うん。あーけど、こう。2死ねえやろ。1よね。妊娠ならちょっとマジ。あいつ行くわ。5番のプレイヤーが発言します。1やな。以上全プレイヤーの発言が終了。私が悪人ですって怒りますよ。ん？マジ？4番のプレイヤーが発言します。マジかよ。旧強かよ。2番さんは、これ2番さん8守ってたら1占ってるやろ。勝ち確やったやん、これ。何、ああ、けど俺が強靭使用したの悪かったんか。あ、けど言ってたもんね。あ、けど、2が占い声って言ってたよな。うーわー。これ7番がちょっとあれか3言ってたら1釣れたんよね。これはちょっと、あれやったな。1番のプレイヤーが発言します。じゃあれな、二日目に5番ね、普通に噛んでの5番をね。だから、9番強靭じゃないと、9番スムラで、ちょっとすごいことしてる、ちょっとやばい人になっちゃうから、
めちゃくちゃ場面おかしくなっちゃうからね。基盤強靭だよね、そうだよね。基盤強靭なら降りんでよかったやろ。まあ、4番つって、GG かな。はい。よ、焦るよ、9番。9番まで死ぬほど焦るからやめてね。ああ、9番強靭で2つだと噛まれるからか。あと、嵐と一緒よ、それ。強靭じゃなかったら。マジで。はい。全プレイヤーの発言が終了しました。これから、あー、一強人であれか、あー、ニーツとあと噛まれるからか。あ、けど分かるやろ、狼目線分かってるからいいんや。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、あなたは他のプレイヤーにより、いや、9番さんあそこ降りなくていいよ。9番さん普通にシーン演じてて2つっとけばいいんよね。あの狼は噛んでるから、どこでグッチョブ起きてるから、騎士の審議ってついてるんよね。だから狼目線多分9の2設定透けてるから、あそこは9降りずに2つっとけば、勝ってたから。まあちょっとこれは8声してたら勝ち確っていう、すごい試合だったね。夜が更けました。人狼に気をつけてください。ました。昨夜は1名の方が亡くなりました。5番ゲーム終了、人狼陣営の勝利です。ありがとうございました。2番どこ行った、マジで殺しに行ったろ、マジで。これ8番さん一応占ってるんやろ。審査しようって無理よ、4番さん。いや無理やろマジで。ほんま褒めてほしいわ。3日目に2じゃなくて6に入れてちゃんと長引かせたんよ。いやー、俺7番さんがね。てか2番1番守っとや。いや、そうだったんだ。グロすぎやろ、マジで。いや、ほんとにまずこれ、でも8番シンじゃなくて8番ニスだと思って3番シンだと思ったから3番中に行ったら。そうなんだ。わかるわかる。俺もグレーに行ったらわかるよ。いや、そう、なんで自分でも思うもん。なんでうちつらだったっちゃかなと思って。いや、8番ニスに見えるから強靭視点で3番釣るのは正解策だと思うよ。いや、俺の特撮って何もおかしくないんですね。4番にシロさんかかってるから、4番が言ってる通り潜伏して、この位置で潜伏して。いや、けどさ、これ2目線って8のシーンって高くね。だって5と6って2釣り寄してて、8が5、6釣り寄してるから、2目線って8のシーン高いはずだよ。普通に3、1ロールの2番がもう野球でしかないから、もう無理やわ。てか、ちゃんと指定したのにさ、それは守ってるよ。でしかないわ。そう。だから、初日のクロス声が2番できてなかったじゃん。だから、2番強靭なんだ、5番噛めるなーって5番言ったらさ、まさかのグッズでさ、ビビったもん。腰抜けたかと思ったよ。いや、俺、なんか変な考察をしてしまったよね。4が強靭で、2が偽装グッチョブ起こしたように見えてしまったんよ。じゃあ別に そこの偽装グッチョブ起こすのはいいんだけど、2番オオカミ4番強靭の世界でそもそも8番を初日に噛まないから、振動振動はないよ絶対。みんな2番さんに怒っちゃってるけど、まあ楽しくねゲームだしね。いやびっくりした、びっくりした。よく出たねこれさ、9番さん。いやもう喋ってる時言ったねあれ。とりあえずどこがご主人様だか分かんないが、とりあえず騎士使用しとかないとと思って、霊能釣り切りって言っちゃったし、霊能出れねえと思って。いやー、強靭で騎士使用は超リスキーやね、あれ。てか、だったら、俺正直、一番釣りたかったよ、初日、若干ね。
そうなの、ね、うん、1番強靭名ってしまったんよ。あ、まあ、強靭名で見えるのはまあわかるよ。うん、だから1番落としていいかなって。うん、なんか1番さんの9番さんになんでわかるのって狼氏より聞こえたもんね俺。あ、それあの最初のやつ、俺はあの9番雑談で殴ってきたから雑談で返したつもりだったから、殴られたつもりじゃないからあんまり4番何言ってんだろうなってずっと思ってる。あ、俺はそういう風に捉えたから別におかしくはなかったけど、2番の取り方がちょっと違和感でしかなかったよね、1番に対しての。いや、そうよね、絶対そうよね。いや、2番ね、狼ならあんま1あんまヘイト買わないと思うけどね。1釣りをしたりとか、あの91分かりませんとか、白いとかって言うんよね。まあ強靭なら釣りをすけど、まあまあ、ただ、1番は若干怪しかったよ。その強靭目で釣るのありかなと思って3番に提案しようとしてた。これ9番さん占いに出ようと思わんかった、ね、2周目。いや、占い出てもなんか俺本当にたくまさんの動画って結構見てるんですよ、ね、3、4の時のたくまさんの考え方とかなんか前聞いてた時に。でもあの、あ、村きついから、あ、村が強いから出なかったんだ。そう、それで、ね、出なかったっすね。まあまあ、そうだね。3、4になってたら3から行ってるからね。2人か100釣れるもん。うん、これ多分9出てたら3から行ってて、芋づる式に1にたどり着くよね。出なくて正解だったね。かなぁ、うん。でも、俺、一応言えるのが、うん、3D 人狼札だと、たくまさんと前もやって、たくまさんと占い占いでって、俺勝ってんすよ、人狼側で。だから今回も勝てたから。まあ、あと9番さん、3白でもよかったよ。そういうやり方もありね、真釣り行くのも。でも本当にどっちが死んだか分かんなかったから、むしろ三振だと思ったから。強靭目線潜伏されると嫌やろ。強靭って本当潜伏されると嫌なんやね。ご主人が出たら LINE 見れるからね。囲いやすくなるし、2周目で出ても。いや、本当そうしてもマジで。でも、たまたま夜中までやってラッキーでした、たくまさんって言われて、ありがとうございます。動画もいつも見てるんで。あ、ありがとう。またなんか大変、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。俺も抜けます。